選ぶのはいいが、やばいことには使うなよ。とばっちらごめんだ。そうか。ああ。新しく入荷したモデルがある。今時こいつが手に入るのは珍しいんじゃないか。そうか。よし、どれにすんだ。あ、どうだ。気に入ったか。おう、よし、どれにすんだ。今日はやけに真面目な面してんな。それにすんの、どうだ。それが壊すんじゃねえぞ。あっ、買うのか。やめんのか。また来い。まあいいだろう。ありがたく思え。よく選ぶのはいいが、やばいことには使うなよ。まあいいだろう。そうか。おう、ああ、よし、どれにすんだ。なんか企んでやがるな。そう、どうだ。おう、よし、どれにすんだ。そうか。おう、それいたずらに使うんじゃねえぞ。新しく入荷したもん。あ、どうだ。気に入ったか。それにどうだ。今日はやけに真面目な面してんな。思え。まあいいだろう。
たく思え。まあいいだろう。ありがたく思え。また来い。じゃ、どれにする？それは聞くかな。どうも。お大事に。つけておこう。じゃ。正体を見せろ。ひどいやつらだね。こっちが有利だ。焦るなよ。容赦しない。強い敵じゃないけど、電撃は向こうだから気をつけて。ドハ、敵を撃破。さすが、ボコボコにしちゃえ。やばくない？聞くだろ。逃げ切れなかったか。やんぞ。バレてんだ。しゃあねえな。おいおい、やるねえ。おいおい、やるねえ。おいおい、やるねえ。どうだい。さあ次に行きましょう。みんなお疲れさん。よし。んだよ。怪しいぞ。行くぞ。Thank you.
ビビってんのか。やってやる。そうじゃない。アメノウズメ。見つけるな。そこか。おう、ジョーカー。カーチ。やってやる。これで敵を消滅するぞ。ところで、暴いてやる。
行こうぜ。ねえ、あれ、あそこの牢屋だけ他と違わない？まさかここが例の悪、最も罪深い危険臭が入っているらしいが。なんだか懐かしい匂いがする。モナちゃん、違いない。ここだ。我が輩は生まれたって牢屋の中で。まさかモナがその危険囚人？いや、囚人は我が輩じゃない。覚えてるぜ、ここ。我が輩は何者かにお前らを導くために。導く？何も思い出せない。くそ、あと一歩なのにモヤがかかってやがる。つうか、そんな話聞かされたら。発見した。脱獄囚は最重要隔離棒の前。危険危険、速やかに捕獲せよ。やば、囲まれた。みんなとにかくかっ、どうだ、ここは一旦離れましょう。かなり警戒されているみたいだし。大事な独房があるくらいだ。最深部はすぐそこだろう。進めばモナの記憶も戻るかも。ああ、いよいよ大衆全員のお宝。今思えば、なぜメメントスが渋谷の地下なんかに繋がってたのか。地の底の狭苦しい箱の中へ自分から入ってって、毎日毎日文句も言わず。我が輩から見りゃメメントスの囚人そのものだ。繋がらない方が不思議っても。思えば今まで怪盗団を一番振り回してきたのは、どの悪人よりも大衆の。まったくだぜ、畜生。とっととかっさらってメメントスぶっ潰してやろうぜ。正真正銘の世直しね。行きましょう。暴いてやる。ひどいやつだ。こっちは有利だ。連動が効果的だわ。まあ苦戦しない相手のはずよ。やるなら人を追い頼むわ。ちょっと待って。おっ、弱点が狙えるな。奪え。おお、ジョーカー。狙いは無理だ。ボコボコにしちゃう。しっかり狙え。
よ、次に行きましょう。オッケー、先を急ごう。よし。暴いてやる。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。これをどうするつもりだ。不意打ち成功。これで負けたら勝負しないからな。まだやれるみたいね。ペルソナ、ヘッカーゼ。敵2体ダウン。ハンター、ラッサイチ。ラッサイチ。敵2体撃破。一気に倒せ。効くだろ。私たちを逃げないで。許さないかね。スカル、どこ行くんだ。聞くだろ。マサ、どこ行くの。敵全滅、さすがジョーカー。さて、次行くよ。次暴いてやる。こっちが有利だ。確熱が弱点ね。一気に決めてしまいましょう。ベルトかけろ。ヨハンナ、さすがクイーンだな。敵を一掃しましょう。さて、
正体を見せろ。これはどうするつもりだ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。強い敵じゃないけど、電撃は無効だから気をつけて。ペルトラかけろ。ヨハンナ敵ドン。クイーン行け行け。スマッシュヒット。クイーンスペアスマリーいけ。アトリー撃破。パンサーいける。一気に倒せ。オッケー、先を急ごう。さて、よし、片付いた。じゃあ暴いてやる。ひどいやつらだね。チャンスだ。テロス閉めろ。
どこかに。正体を見せろ。ひどいやつ。体をつけろ。暴いてやる。とんでもねえやつらだ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。生きた心地がしねえぜ。ベルトマン、いけ。今かな。ベルトマン、うらぁ。敵を撃破。使う、ロートボタン。ベルトマン、やるなら、うん、
これで敵は総崩れだ。この力があればよし。よし、研ぎ澄ませ。暴いてやる。封印成功。隔熱が弱点ね。一気に決めてしまいましょう。かけろよ。まださすがクイーンだな。フリーズ。みんなで殴ればすぐに済む。ボコボコにしちゃう。よし。よっ。
主の言葉に耳を傾けなさい。いけ。嘘です。スカルクキー、ここから反撃。テルサー、私がやってやる。ヤマトの王たち、暴いてやる。それをどうするつもりだ。無意に立ってしまえば。ペルソナ、向こうの方が戦力が上よ。無理をしないのはペルソナで。止めきれなかったか。ペルソナ、くらいなよ。ペルソナ、敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど、完全の電線には気をつけて。やるぞ。この技じゃない。ヤマトのオロチ、奪え。うまい。いい流れ。このまま行こうよ。うん、こいつでガツンとね。さすがクイーンだな。ホールドアップ。今はそいつと話してもダメだって。
テネトルワークこれでどう決まったすげえ華麗だなどうだ許さないからねおい仮想すぎる何すごい
人気。ここセーフ。書くか。合体です。これで良いのか？不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。もう終わりか。時間です、囚人。いいよし、話はこっからだな。どっ書くか。これは
なんだこりゃ。なんて数だ。周り一面、すべてが牢獄なのか。真ん中のあれ、なんだ。何にしろ、偉そうで悪趣味。ここより先へ抜ける道はない。どうやらここが終着地点、メメントスの採用ということのようだ。なら、このどこかにメメントスのお宝が。多分それで正しい。我が輩もここへは来たことはないが、感じるんだ。間違いない、あれが消えれば。あれが消えれば大衆は目覚めるはずだ。だがとても運び出せないぞ。消えりゃいいんだろ。持ち出せねえならぶっ壊すまでだぜ。ああ、それでいい。やったら異世界丸ごとなくなるんだよね。いよいよこれが最後か。おっと、さすがに見つかったか。ただ黙って壊される気はないっぽいね。囚人たちまで何やらざわつき出したようだ。不気味だな。何かする気か。やっぱりあれがお宝ってこった。確かめる手間が省けたぜ。ちょっと待って、やっぱりおかしい。大衆が自分で自分たちを囚人にしてるってシドは言ってたけど、自動で反撃するこんな巨大なシステムを本当に彼らが動かしてるの？それにすごく統制された監視や兵隊もいたし。大衆たちとは別にここを支配してる者がどこかにいると言いたいのか。何今の。いいだろう、後にしろ。ここまで来て負けんなよ。こんなやつさっさとぶっ壊そうぜ。よし、行く。もっと見て。奪え。
ていく。エルソナこんな数の囚人たちに後押しされていては。人間でありながら人間の望みを絶たぬとする愚か者どもよ。誰？悔い改めよ。お宝が喋ってる。我は手にしたる者すべての夢を叶えるとして崇められし者、聖杯と呼び名なされし存在。最高のロープのありさまは人間の望みそのものである。等しく縛られ思考を放棄し世界に関心を向けもせず、英雄の世直しすら無に帰させず、下に愚かしき大衆。今や大衆の心は怠惰という欲に出し牢獄と化した。ならば自ら望んだその牢獄で朽ち果てるのがふさわしき結末。構えろ、来るぞ。おや、おのれ、今度こそぶち割ってやるべし。いただいていく。
つうかやっぱりだ。あいつ回復するたびに色が。この有様じゃ心を盗むどころじゃねえ。一体我が一体望まれぬ正義に酔いしれる愚か者ども、これこそが怠惰に落ちた人間の願い。この輝きは望まれたる存在の証。人間が求める限り我は不滅。これがみんなの望み。思考停止して聖杯に導かれることが。悔しくて私は我が輩がなりたいと思ってた人間っての、現実がどんだけ辛くても変えることを諦めちまったら終わりなんだ。我が輩だけじゃねえ、ここにいる全員がそうだ。諦めちまってた頃になんか戻りたくねえから、命を懸けてここまで来たんだ。モナちゃん、そうだよ。もはや人間どもは歪みの顕在化を望んでいる。そして我は人間の望みを叶える存在。侵食を果たす。ふざけんな。侵食って一体何？やばいよ。嫌な予感しかしねえ。モナ、どうすればいいんだ。お前が何者だか知らねえが、さっきから決めつけやがって。人間はな、お前が
が言うような。怠惰で愚かなりし人間どもよ、すべての心を我に差し出せ。今こそ融合がなされる時。おい、地面が。消えてる。ざけん。みんな無事？ダリメ。あ、っていうか服が普通のに。見ろ。え、渋谷？戻ってきた。戻ったというか追い返されたんだろうな、聖杯に。私たち それはわかるけど。これは一体、そんな、誰も気づいてない、信じられない。どうしてみんな普通なの？あの子たち、無事でいい。すげえ天気いいな。ドライブ行く？はい、ええ、ああ、明日の打ち合わせの件ですが。新型のスマホの発表、今夜来るって。怪盗って結局何だったの？怪盗とか懐かしい。一瞬でも信じた俺がバカだったわ。いいネタだったよね。まあ、今更誰も信じてないだろうけど。なぜだ、異常に気づかないのか。多分、おかしいと感じられないのよ。
どうした？なんかグラグラする。うんうん、双葉捕まって。あんちゃん。これも聖杯の死。ふざけんな、クソが。君はリコとしやがる。俺の手。リュウジ。嘘でしょ。俺たちに何か。やだやだ、消えちゃう体が。そうか。そうとも私ではない。貴様たちが人々の認知から消えようとしているのだ。この声。メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。くそー、リュウジ。ここまでなのか。モルガナ、私たち何を間違えたの。我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。我が輩はすまない。作戦パリだ。結局公正は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な種。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりも間もなく世界は破滅を。お前はゲームにや人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払う。お前の命をな。汝を死刑に処する。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に引きし、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。貴様は良い囚人ではなかったということ。確かに
そう。どうした、速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな、全てはゲームに負けたこいつの罪。では囚人、これより刑の執行に移る。示すとは。ジュスティーヌ、いいな。主の命令なら。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるの。わかりました、罪人にしよう。抵抗するな囚人。最後は行きます。この力。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。どうだ。食らいなさい。やはり違う。私たちの役目は。カロリーヌ、何なんだ、なぜこんなに。ここ我らには別の役目がある。どうした、死刑と命じた。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる。何。頭の中で何かが告げるのです。本当の役。助けて、助けて。私たちの願いは、あなたが真なる更生を果たすこと。私たちは誰かを殺す。それこそが忘れかけていた決まりだな。私たちは右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い。ようやく思い出したぞ、我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです、邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられる。取り戻しましょう私たち。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従い、あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。さあ合体を。you
我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度、そしてどう信じていました。あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者、取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか壊して作り直すか、全ては我がゲーム。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯。いや、願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で平から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまい、人間は破滅すべき。その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておる。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く。神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはでまこと退屈せぬ囚人であったわ。我は何絆今しばらく観察してみるのも一興だ。お前に取引の機会を与える。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこる。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。くれました。どしがたき愚かさよ。自ら死を選ぶかならば。ずいぶんと久しいですな。ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。このベルベットルームの真なる主であり、あなたの旅の本当の手助けを担う。
すぐに理解するのは難しい。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになった。さよ。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝ったならば、破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。解放するのです。志を共にしてきた仲間たちを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられている。絆を深めたあなたならきっと彼らを解放できるに違いありません。彼ら、いや、怪盗団がここに集い。さあお行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。君か。それは。オンに切る。うん。では見届けに行くか。聖杯なんかに縛られなくなった。この世の景色をな。では。なるほどな。すまない。
そうか。よっしゃ。行くぜ。あの野郎。なあ、頼むぜ。よし、行くぞ。バッ。さっさ。ねえねえ。
ねえ。うん。あのね、研ぎ澄ませ。決着。私の名はイゴール、ベルベットルームの主をいたしております。私はラベンツァ、同じく住人でございます。皆様をお待ちしておりました。ベルベット、主は長き幽閉より解き放たれたばかり、お力が万全ではありません。僭越ながら代わって私が。ねえ、モルガナは？お会いになりたいですか？そこに。んなとこに隠れてたのか？我が輩、ここで生まれたんだ。悪神を人間の精神世界から。モナ？我が輩の役割はトリックスターを見つけ、悪神を倒す手伝いをすること。そのために我が輩は
さよう。本当に、ここが悪神に乗っ取られそうになったとき、主が最後の力を絞って我が輩をわずかに残った人間の希望を集めてな。聖杯、いえ、今や神を名乗るあれは人間に永遠の霊族を強いる悪神です。思考が停止した人間ならざるもので現実を満たし、自身の永遠の繁栄を実現する。それこそが悪神が目論む人間の破滅。いや、言ってる意味…黙って聞いて、もう時間がないの。ちょっと待って、聖杯が…なんで意志があるのか疑問だったけど、まさか、あれはお宝…いいえ、あれは紛れもなくメメントスのコア、大衆の歪んだ欲望そのものです。もしかして支配されたいと望んでるからお宝が神様に？その通り。悪神は素養ある二人の人間を選び争わせました。世界、一人は大衆の歪みを煽る者、名を明智五郎。彼が勝てば人間の世界を壊して作り直す。もう一人は抗うトリックスター。それが彼。こいつが勝てば人間の世界を残す。表向きはな。悪神は知っていたのです。怠惰な人間に変革など起きぬことを。なぜなら悪神は大衆の歪んだ願いそのものなのですから。ですが我が真の主、必ずや人々の中から変革を成し遂げるトリックスターが現れ、しかし悪神は可能性を笑い、そんな素養を持つ者を逆に絶望させ、人間の無力を証明し、そして彼には大きな素養があった。だから近づいてきたのです。救い主たるトリックスターを育て上げ、それを拒絶する大衆を見せつけて絶望させる。おそらくは悪神自身にとっても危険の目を摘み取る意味があったはずです。思えば引き裂かれていた間も、私は公正という言葉に、公正など偽物があなたを監視しておくための。最初から勝たせる気のないゲームにこいつを巻き込んでたってことだ。
そうか、なんてこった。今やあなたたちの現実世界はメメントスと大衆らの怪盗団を拒む認知に満ちた今の現実にあなた方の居場所はありません。悪神の目指す世界はもはや成就の一歩手前だと言ってもよいでしょう。でもまだ希望はあります。悪神の正体が暴かれた今、あなたもまた本来の意味で更生を遂げるべき時、牢獄を出て歪んだ世界へ囚われた人々の全てを救う。それができるのはあなただけ。モルガナが導いた真のトリックスターたるワコードよ。悪神に挑み、現実に居場所を取り戻す。その覚悟はできていますか？あんのムカつくキンキラのお宝野郎、今度こそぶっ壊すぞ。大変結構。恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。楽しみでございます。出口はモルガナが知っています。モルガナ、彼らを導いて本当にお疲れ様でした。あなたに課した過酷な務めもこれで。ねぎらいの言葉は終わったらたっぷりいただきます。ついてこい。ジョーカー、こっちだ。また渋谷？って、そっか、体が消えた時いたんだよね。まだ誰も異変を自覚でき、見ろ、今抜けてきた扉、これは確か開かずの独房。そう、独房の正体は歪みに飲み込まれたベルベットルームだった。そういえばこの中で生まれたって。待てよ、中にいる最も危険な滞在人って俺ら、つうか、要はこいつだったってことかよ。ジョーカーは多分ずっと前から
悪神の邪悪な誘惑を受け続けていたんだ。本来人間の精神を育むための存在だったベルベットルームが乗っ取られて、あの野郎の巣メメントスの中に封じられてたってことさ。っていうかモナ光ってる。記憶が戻って使命を全部思い出したからかもな。あれ、なんか光ってね。つうか、妙な格好のやついんぞ。あの格好、ど…あ、怪盗団じゃないか。確か前に、怪盗ビジョンにあんなシルエットが。怪盗団？ああ、あったあった。前と違う。私たちが…でも全員じゃないみたい。大勢いる中の。まさかモナの光のおかげか。でも怪盗団って思い出してくれた。希望の鍵。モナ、導いてくれ。あそこだ、あの神殿にさっきの野郎がいるはずだ。よっしゃ。いいか。ウネラ、独房を抜け出ることはたわず、おとなしく牢へと戻れ。世を乱す者は等しくこの場で処刑。乱してんのはそっちです。反逆者には死を。こいつらに話は無駄だ。倒して突破するぞ。
今の、なんだ間違う。やっと身の危険に気づいたか。おせんだよ。これだけはっきり目の前にあるのに危険が迫るまで気づけないなんて。これからもっと大変なことになるぞ。町の機能は全部止まってる今。これでもまだ人任せのやつなんてさすがに面倒見きれないよ。とにかく神殿へ向かうぞ。何か。ここから反撃だ。
ボーダイ。あ、クイーンのダウン。なんとか忍ぶんだ。引くだろ。許さないかね。倍返しするから。進ませぬ。こいつも倒すぞ。怪盗団の行きますよ。主に代わって。
ベルトだ。いけ。ベルトだ。そこか。ベルトだ。死の言葉に耳を。ここはベルトだね。ベルトだ。これでどう？行きますよ。ベルトだ。これで。ベルトだ。いただいていく。ベルトだ。ベルトだ。私の怒りを思い知れ。てめえ。行きますよ。ベルトだ。くらいなよ。見せろ。Yeah.
これで敵は総崩れだ。ラスト1回やっちまえ。無理だ。ヤングだ。許してやるよ。このガキ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし。いい加減に逃げ切れなかったか。
察を忘れないようにね。オッケー、先を急ごう。レベルアップだ。さて、
楽しみですよ。はい、悪いな。行きますよ。どうですか。許さないからね。今更躊躇しない。暴いてやる。よし。
私の力で。やってやる。これで敵は倒せるよ。ビビってんのか。まだって。あと一撃発。まだ生きる。やばいなもう。疲れ切り。ここから反撃。ベルソナ。倍返しするから。見てな。使うぞ。ありがとう。助かったぜ。開けよ。
よっしゃ。あー、こりゃ。バカ、まったく。
私はくじけない。種に代わって彼がやばさ。私の怒りを思い知れ。
強い相手ね。地区は向こうだから気をつけて。ゴルネウ奪え。このやるじゃんスカル。
いただいていく。ベルソナ食らえな。ここはベルソナで蹴散らす。行きますよ。しびれて動きが悪くなってる。いただいていく。ベルソナ食らえな。ベルソナ食らえなさい。主に代わって行きます。さすがクイーンだな。もうすぐあなたの身元に。この技早く使いたいものだな。
力でもっと頑張るから。神殿へのみもう。ジョーカー。うん。合体用プレはお選びください。ご分を。書くか。